でゴールを過ぎて表彰台っていうので、今もすごくね、いい思いをさせてあげてっていうのは。そうですね、うん、本当にこう、今も分かってると思います。今も分かったっていうのは、はい。頭も今ですもんね。そうですね。そんな内田純金なんですが、今日ですね、レプリカ絶景を用意したんですね。はいはい、でこちらにサインをいただいて、ファンの皆さんに、ファンの方にですね、プレゼントしたいと思うんですが、はい、書いていただいてもいいですか。これはどうしたらもらえるんですか。はい、これはですね、実はあの5週連続 G1 の最後を飾る安田記念の当日にまとめてプレゼントするんですね。で、まあ、その5つの G1 はもちろんなんですけれども、ダービーの時にはダービーに騎乗されるジョッキーの勝負服デザインフラッグに全てまたそれもいただいて、安田記念当日ということなので、まあ、詳しいことはちょっと決まってないので、皆さんのホームページなどをご覧になっていただいて、その安田記念当日はぜひ競馬場に足を運んでいただきたいなというふうに思います。さあ、ももちゃん、ちょっといただきましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。大好きにいただいたんですけれども、よかったね。どう思います、先輩として。やっぱりね、頑張ってたもん。頑張ってました。いや、あのね、僕も常に、いや、技術はあるんですよ。柴田大一騎手、馬に恵まれないで勝てなかったことが、僕も一緒に乗ってて、でも頑張れよって常に声をかけてました。あの、それでね、先週ね、ここで、チームマイルカップをあの形でね、勝ってね、本当に人はね、なんですかね、こう歯を食いしばって目標に向かって頑張れば、必ず神様はね、見ててくれるなという、その証明じゃないかなと思います。本当にだから、やっぱり止めどなく流れる涙っていうのは本当に苦しかったんだなっていうのをね。もう僕じゃ考えられない苦しみをね、味わってきたと思います。本当に僕は本当にあそこでね、同じレースので一番人気でしたけど、いや、ファンの皆さんには申し訳ないことをたくさんしてますけど、でも彼が勝ったことによって勇気づけられるジョッキーはたくさんいると思います。そうでしたね、本当に。そして今日も本当に内から一瞬で、ね、許しいなに迫ってのいい騎乗もね、はい、一瞬連続かなと思ったんですけど、そこは僕も頑張らなきゃなと思って、はい、一生懸命追って、はい、でも本当に今日はいいお酒というか、いい食事が待ってるんじゃないですか、オーナーとご一緒に。いや、そう、どうかわかんないですけど、いや、もう本当に家族が本当に一番ホッとしてると思います。そうそう、本当こう、はい、男さんですとか奥様がね、嬉しそうでしたもんね。あとね、これからまた反応も楽しみですよね。このニュースを多分、これがどんどん出ていくわけだから、本当に野球選手としても成功されて、またオーナーとしても成功されるってすごいことですもんね。なんか持ってますね。持ってます。今見たら一瞬ツイッターでウィルシーのホットワードに上がってました。チェックしました。さあ、伊勢騎手、まだまだ G1 は続きますけれども、どんなレースをファンの皆さんに。来週も多分人気すると思うんで、はい、はい、来週は騎乗馬が、騎乗馬が、はい、前走が強かった内容ですけれども、本当ディープインパクトを彷彿とさせる。そうですね、でもやはりベニマンドルフィン、いやいやいやこの前でもビルシーダ、ベルシーダって言ってましたからね。冗談ですね。はい、アユさん、アユさん、アユさん、レッドオーガル、うん、そうそう、強いです、強いですよね。でも、前走のローラーステークスを見ると、でも、まあ、一回東京をね、距離をこなしてるんで自信持って行きますし、まあ、あれだけ長い足を使えてるんで、またね、こう盛り上がれる、競馬が盛り上がるっていうか、見てる人がドキドキしてるような、どっちが勝ったんだっていう競馬をしたいと思います。さあ、そしてそのオークスの翌週はダービーということになりますけれども、はい、ダービーはそうですね、ダーバー賞の内容がね、良くなかったですね。どうなんでしょう。スタミナ切れですね。はい、休み明けっていうのもあったと思うんですけど。そうですね、順調に来てなかったんで、やはり順調に来て、やっぱり使ってる馬が成長してるんでね、